新ニーサが今年から始まりまして、いつから始めようかなっていうふうに考えている方も多いかなというふうに思うんですけれども、長期分散投資っていうものを前提とするなら、早く始めた方がいいよと。いつ始めてもいいんだから、ぐんぐんと上昇している中であっても始めちゃえばいいんだよみたいな発信があったと思います。まあ、ただですね、実際に暴落っていうことを経験してみると、結構ですね、その落ちてきた時に含み益だったものから含み損に落ちてしまう方もいらっしゃったかなというふうに思いますので、ドキドキしてしまうっていうことはやっぱりあったんだろうなというふうに想像しています。ですので、いつ始めたらいいのか、もし始めるとしたらいつ始めたらいいのかっていうことを実際の過去のデータを使って試算してみようかなというふうに思います。で、基本的にはですね、長期分散投資とはいえ、大前提としては、長期的な上昇トレンドですね。長期的な上昇トレンドの中、始めていくという大前提がありますので、長期的な下落トレンドっていうものに乗っかってしまうと、長期分散投資であっても、マイナスが膨らんでいくということは、前回のですね、この動画で解説しているので、詳しくはこちらを見ていただければなというふうに思います。ですので、その前提、その試算前提っていうことを考えていくと、暴落してからですね、暴落してから始めるのが、まあ最低限いいんだろうなというところは考えています。で、暴落とはいえですね、どの程度が暴落なのかっていうこともあると思いますので、そのあたりですね、そのあたりについて考えていこうかなというふうに思います。過去の事例ですね。過去の事例を参考にしながら、実際にシミュレーションしてみて、どの程度あなた自身が耐えられるのかどうかですね。基本的には長期分散投資とはいえ、利益が積み上がっていくわけではなく、今回経験したように、暴落っていうものが起こるとマイナスになることもある。っていうことを踏まえた上で始めるなら始めなければいけませんので、その暴落した時にどの程度耐えることができるのかっていうことですね。耐えることができないほどの含み損を抱えてしまうようであれば、やはりですね、投資単位っていうものをより小さくしていく必要があると思いますし、より大きくですね、暴落してからそろそろ始めようかなと。っていう感じでゆったりと構えていくっていう考え方もあるということですね。そういうふうに考えていくといいかなというふうに思っていたりします。で、過去の金融危機ですね。では、実際に過去起こった金融危機では、どのような暴落が起こったのかっていうことを見ていってみると、2000年の IT バブル崩壊ですね。こちらの方ではマイナス43%ですね。最高値のところから43%下落したっていう金融危機がありました。で、その後ですね、2008年のリーマンショック。こちらの方の暴落。これはですね、マイナス51%ということで、50%を超える暴落をこのリーマンショックの時に起こしてしまっています。ということですね。で、この後もですね、やはりこういう金融危機は続いていきまして、2015年のチャイナショックというものもありまして、28%の暴落。そして2020年のコロナショック。こちらの方では30%の暴落。ということで、このですね、2008年のリーマンショック。この後、の暴落については、40%、50%まで行くわけではなく、30%前後のところで止まるっていうことがありまして、何が違っているのかなっていうところも考えていきたいんですけれども、リーマンショック後に起こった変化ですね。これは何なのかっていうことを考えてみると、あまり大きく
暴落しないようになったっていうことなんですけれども、それはですね、QE っていう量的金融緩和ですね、こちらの方を行って、市場にお金をジャブジャブと供給して、そして株式相場っていうものを買い支えていく。こういう間接相場的な介入をですね、政府中央銀行がやるようになったっていうことですね。これはアメリカで始まって、その後日本やヨーロッパにも広がって、まあ大体ですね、日米欧、この3つの場所でこういう間接相場的な QE っていうものがたびたび行われるようになりましたということで、暴落しそうな時はですね、政府が出てきて買い支えるっていうことが始まったっていう経緯があります。ですので、まあこういうものがあるからですね、金融危機が起こったとしても落ちてきたら買えばいいんだよっていう話が横行してしまうんですけれども、 QE には限界があるのかどうかですね、このあたりについての検討見解っていうものは諸説ある状況にあるんですけれども、ない、 QE に限界はないんだ、いくらでもやればいいんだっていう方もいらっしゃいますし、個人的にはですね、やっぱり限界っていうものがあるだろうというふうに僕自身は考えていたりします。というのも、こういう米国の政府債務残高ですね、こちらの方のデータっていうものをトレーディングエコノミクスというサイトからですね、引いてみるとこんな感じになっていますと。まあ、1942年からのデータにはなるんですけれども、1970年代ぐらいまでは緩やかに緩やかに増えてきていて、その後ですね、その後どんどんとお金をすりまくっているっていう状況が見て取れますと。で、1972年、71年というとニクソンショックということが思い浮かぶんですけれども、金本位制っていうものを放棄したからこそ、その金っていうものの裏付けを持つことなくお金っていうものをどんどんとすれるようになってきたっていうことですね。で、この角度がですね、最近になって2007年の先ほど見たリーマンショック後ですね、ある程度緩やかに抑制的だった角度がですね、ぐんともう鋭角的に上昇するようになってきていますという感じですね。これがですね、果たして続くのかなっていうのはかなり疑問、僕自身は疑問に思っていまして、いつかですね、限界が来るんじゃないかなということは考えていますということですね。持続可能なのかどうかですね、ここについては諸説ありますけれども、僕自身はちょっと疑問符を感じざるを得ない、こういうグラフを見るということですね。負ける可能性を考慮するっていうことを大前提として考えると、QE っていうことで、ある程度ですね、大暴落っていうところから暴落ぐらいの 30% 前後ぐらいのところで止まるっていう形でですね、国が介入していくっていうことがいずれできなくなる可能性は考えておきたいなということで、暴落の定義としてはですね、やはり最大リーマンショックで 50% は起こっていましたので、 50% っていうことですね、 50% と確定してこの水準で検証をまずはやってみようかなというふうに思います。で、ここですね、この日経平均のところの最高値のところから 50% の下落っていうことを見ていくと、このレベル感になりますと、2万円弱ですね、1万9000円ぐらいのところがですね、半値っていう形になるので、1992年3月ぐらいに 50% 下落したっていうところからの積み立て開始っていうふうに考えてみようかなというふうに思います。
ここから買い始めるということですね。その当時新ニーサっていう制度があって 50% 暴落してきたなと、そろそろ買い始めてみようかなと、こういうふうに検討しだしてみたらどうなるのかっていうことですね。このデータで検証してみたいと思います。その前にですね、前回の振り返りですね、前回の振り返りをしてみるとこんな感じになっていまして、1989年っていう年ですね、最高値をつけた年からですね、もし新ニーサを開始して5年で1800万円投資したケースということで試算をしてみたのがこういうデータになっているんですけれども、最大3分の2ぐらいの損失額ですね。1800万円に対して1200万円マイナスになる時期が30年ぐらいですね。含み損を抱えながら最大で3分の2ぐらいの含み損まで行く可能性があったっていうことですね。こういう大前提の試算をまずは思い返してみてくださいということですね。そこからですね、50% 暴落後に始めるケースっていうものを考えてみたいなというふうに思うんですけれども、条件としてはですね、5年で1800万円っていうことを、今回もですね、50% 暴落したんだから、もう大丈夫だろうっていうことで、5年で1800万円最大預けてしまおうと、入れてしまおうと、こういうケースで考えてみようと思います。月30万円積み立てし続けるということですね。その場合、こんな感じになります。ドンですね。1992年から新ニーサを開始して5年で1800万円投資したケース。で、試算をすると、その後の価格推移からすると、こういう形になっていきますよということですね。まあ、最初の時期はですね、プラスになったりマイナスになったりっていうことで、ある程度想定の範囲内かなという感じではあるんですけれども、最大でですね、1100万円ぐらいの赤字、含み損っていうものを抱える計算になりましたという感じで、この 50% の段階からであったとしても、5年で1800万円って一気にこうボンと入れてしまうと、やはり損失額っていうものが、その後もし仮にバブル崩壊後の日本のような状況になった場合は、こういう可能性が出てくるということですね。で、安定的にプラスになっていく時期もちょっと前倒しにはなりますけれども、17年の1月ぐらいからあとですね、このぐらいになるとプラスの方向に向かってくるんですけれども、それまではですね、やはり長い期間含み損というものを抱えてしまうという感じですね。そういう状況が続いていく可能性がありますよということです。で、ぐんぐんと上昇局面に入ると1500万円ぐらいの含み益は出るんですけれども、その代わりですね、1100万円ぐらいの含み損を抱える時期を過ごさなければいけない、こんな感じになっています。ということで、これだとですね、やはり 50% 暴落してから始めたとしてもですね、なかなか厳しいな、という感じはあると思います。最大で1000万円の損は大きいな、ということですね。ということで、時間分散っていう考え方をより大きく取り入れていこうかな、というケースを考えてみようと思います。50% 暴落後、同じように 50% 暴落後に始めるんですけれども、30年かけて、先ほどのシミュレーションでは5年かけてでしたけれども、今回これからお見せするシミュレーションでは30年かけて1800万円投資する場合ということで、月5万円ですね、月5万円かけ続けるという時間分散っていうことを追加で検討した場合はどういう形になるのかということですね。それを見ていきたいと思います。こんな感じですね。こんな感じになりまして、やはりですね、500万円まではいかないんだけれども、500万円近くまで含み損っていうものを抱える形になってしまうんですけれども、
その副鼻損を抱える期間っていうものは比較的短くなっていって、先ほどの事例よりも5年早くですね、2013年ぐらいから安定的に副鼻液を得るような状況になってきていますということで、さらに言うとですね、直近の伸びから考慮すると2500万円っていう金額をですね、副鼻液として抱えるような状況になっていますので、先ほど見たこのケースですね、このケースよりも1500万円だったんですけれども、こちらの時間分散を使って徐々に徐々にじっくりと積み立てた場合はですね、逆に2500万円っていう含み益っていうものを抱える形になっていきますので、早く始めたからといって含み益が多くなるわけではなく、時間分散っていう効果をですね、5年ではなく30年っていう期間を使うことによって、より多くマイナスの局面で積み立てを続けることができますので、含み益、その後の上昇局面に入った時の含み益も大きくなる、こういうケースになりますということですね。で、実際に比較をしてみたいというふうに思うんですけれども、これがですね、1989年から新ニーズですね、最高値のところから、とにかく、まあ、上昇局面であってもこれからどんどんと上がり続けるんだっていう言葉を信じてですね、5年で1800万円投資したケース、この場合はこんな感じになりますということで、これはですね、かなり厳しいと思いますということですね。それに対して1992年というマイナスの 50% の暴落ですね、最高値からマイナス 50% ということで、3万8000円だった日経平均がですね、1万9000円まで下落した段階でですね、始めてみた場合に関して言うと、その後やはりですね、日経平均っていうものはバブル崩壊後どんどんと値下がりし続けて、7000円ぐらいまで落ち続けてしまってますので、この場合もですね、1000万円ぐらいの含み損を抱えてしまいますと。で、1500万円っていう含み益になりますので、あまりですね、こちらのケースとこちらのケースっていうのは、まあ多少の違いはあったとしても、かなり大きなプラスマイナスの金額が出てしまうっていうのは変わらないのかなという感じですね。ですので、5年で1800万円っていうふうに一気に投資するっていうのはちょっと危ないんじゃないかなと。もし最悪のケースですね、負けるっていうことを大前提として考えた場合、大暴落して長期低迷する可能性があるっていうことを考慮した場合は、5年で1800万円っていう金額を投資するっていうのはリスクがある可能性はあるなっていうことですね。そういうふうに捉えることができると思います。ということで、という5年っていう期間ではなく、30年で1800万円っていう時間分散の効果をより多く享受する場合はですね、過去の事例からするとこんな感じになりまして、このケース、このケースよりもかなりマイナス幅も少ないし、プラスになる金額も多いしということで、この3つのケースの中では、この3番目のケースですね、 50% 暴落してから始める、そして始めたにしても30年っていう時間分散の効果を使っていく、こういう考え方をしていくことによって、よりリスクを少なく利益も大きくなる可能性もあったりもしますということですね。こんな感じで想定はできるんですけれども、それであったとしてもマイナス500万円っていう金額の含み損を抱えるケースも、抱える期間も出てきちゃったりもしますので、これでもですね、金額としては大きいっていうふうに考える方もいらっしゃるかなというふうに思います。とはいえですね、負けから考えるっていう、こういう考え方はとても大事な考え方になりますので、特に長期投資ですね、長期投資する場合はですね、負けるケースもあるんだよ、
その負けっていうところを極力小さくするっていうことを考えて始めた方がいい。こういうふうに考えていくといいかなというふうに思います。ですので、この3つのケースで言うと、やはりですね、3番目のケース、50% 下落してから始めて30年で1800万円っていう金額を投資していくっていう時間分散を思いっきりかけていく。こういう考え方を取り入れていると、まずはこのぐらいの損で収まる可能性があるのかなという感じですね。過去ですね。過去のケースから考えると、これからですね、日経平均が史上最高値っていう4万2000円っていうものをつけましたけども、そこからですね、8割ぐらい下がっていく未来がもし仮にあるとしたら、こういうふうに考えていくと、まあ、それであったとしても、そこからですね、持ち上がっていく力っていうものを日本が持っているっていうふうに考えるようであれば、こういう考え方で投資することもできるのかなということですね。ただこれであったとしてもですね、やはり8割ぐらいまで落ちていくっていうことを考えると、500万円っていう含み損を抱える期間がですね、4、5年はありますので、で、マイナスになったりプラスになったりっていうことで、そこのところでですね、心理的なストレスを感じるなっていうふうに感じる方はですね、もっと保守的な考え方でですね、長期投資に取り組んでいくことも選択肢なのかなというふうに思っていたりします。ということで、最後にまとめますとですね、最悪でも破綻しない範囲で長期積み立て投資っていうものは考えていく必要はあるだろうということですね。長期的に上昇トレンドが継続していくんであれば、そういう前提のもとであれば、長期積み立て投資っていうものは有効な選択肢にはなるんですけども、長期的に下落トレンドが続くような形になってくると、かなり大きな含み損を抱える可能性があるということですね。ですので、50% を超えたところを暴落と定義して、そこからですね、30年かけて時間分散っていうものを使ってやっていくと。こういう選択肢はあり得るんじゃないかなというふうに思います。であれば、負けが500万円ほどという形で収まってくるので、まあ500万円、それであっても500万円ですので、かなり大きな含み損を抱える可能性があるということですね。ですので、これでも大きい、これでも大きい、もっと小さくしたい、負ける時期があるっていうことは、長期分散投資であれば受け入れる必要はあるんですけれども、それであっても500万円っていう金額は大きいよというふうに考える場合はですね、もっとリスクを抑えていくっていうこともできますということですね。暴落の定義を変える。例えばですね、80% とか、ここまで暴落してからじゃないと長期分散投資は始めないっていうふうに考えるっていうことですね。で、プラス時間分散っていうことを40年とか30年ではなく40年っていうもっと長期にしていく。こんな感じで分散していくことによってよりリスクを抑えることもできますので、このあたりの設定についてはあなた自身がどのぐらいリスク許容できるのかどうかっていうところと組み合わせてですね、考えていっていただければなというふうに思うんですけれども、例えばのケースで 80% っていう暴落の定義ですね。ここにかかってからですね、始める。こういうふうに考えた場合、2003年ですね。2003年に 80%、3万8000円から7000円まで暴落した。こういうところから、よし、始めよう。で、40年かけて1800万円マックス投資していこう。っていうふうに考えた場合はこんな感じになりまして、含み損っていうものが100万円ぐらいに収まってくるという感じですね。
ですので、ここまでリスクを抑えた形にしていけば、かなりですね、負けっていうところの金額も抑えることはできるのかなと。こんなシミュレーションができました。で、安定的にプラスの局面になるのが2012年からですので、だいたい10年ぐらい継続することによって、プラスの含み益がどんどんと積み上がるような状態に持ってこれているという感じですね。そして、直近で大きな上昇があって、含み益としては1400万円ぐらいまで伸びてきていますので、まあ、この場合はですね、2043年ぐらいまで積み立てし続けているという前提になるので、まだまだ1800万円っていうマックスの金額を入れたわけではなく、それでもですね、1400万円っていう利益が生まれるっていうシミュレーションができたりもしますということですね。積み立て途中、今現在であってもということですね。2043年までかかりますということなんですけれども、ここまでかけてしまうと、また暴落っていうことで、大きくですね、今現状としては値上がりしていますけれども、ここからですね、さらにまたですね、1万円を下回るような暴落が起きる可能性っていうものを心配をして、そして保守的に運用しているんですけれども、ここまで長期間になってくると、そういう暴落っていうものを積み立てが終わる段階でですね、迎えてしまうっていう可能性もあるのかなということで、ほったらかしっていうことは、まあ幻想なんだろうというふうに僕自身は考えていたりしますので、何も学ばなくていいよと、忙しいでしょうと、とにかく積み立てし続ければ、それで増えていくんだから、それだけ考えればいいんだよと、設定して終わりだよと、こんな感じのことを言っている方もいらっしゃいますけれども、そういうのはさすがに言い過ぎだろうなというふうに僕自身は考えていますということですね。やはりしっかり学んで運用するっていうことが大事でしょうということですね。ですので、このケースであったとしても、これから先ですね、暴落っていうものが起きてくるっていうことであれば、この含み益っていうものを吐き出してしまう期間っていうものが、2043年の途中に来てしまう可能性もありますので、その場合はですね、やはり一回ですね、その予兆を感じたとしたら、ウォーレン・バフェットさんがアップルを半分売ったようにですね、あなた自身も学んでしっかりとそういう予兆を感じたら、半分利確するとかっていうことを考えていく。そういうふうにしっかりと学んで運用していきましょうということですね。YouTuber が言ってるから買ってみた。そして買って損をしたから YouTuber のせいにするみたいなやり方。もしくは証券会社に言われたから買ってみた。で、損が出た。そして証券会社に文句を言うみたいな感じではなく、あくまでも投資に関してはあなた自身が決めることになりますので、自分自身の責任において運用していく。そしてそういうことがもしできない、やりたくないっていうことであれば、もう本当にですね、これから先、預金金利もついていくっていう形になっていくと思いますので、インフレがこれから先も続くようであれば、やはり預金金利っていうものもついていく時代になっていくと思いますので、預金金利をつけていく。そういう場所にお金を置いていく。そういうことで運用するっていうふうに考えていくといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、ただこの預金金利についても1000万円っていうペイオフありますので、一つの銀行に全て預けるんではなく、1000万円を超えてくるようであれば分散していくっていうことは考える必要ありますので、預金であったとしても何も考えないっていうのはリスクがあるということですね。最低限しっかりと学んで運用すると。こういうことはぜひ考えていただければなというふうに思いますし、この心構えがとても重要だなというふうに思います。投資をする。
積極的に投資をするのであれば、なおさらですね、自分が学んでですね、自分の責任のもとお金を動かしていく、運用していく、こういう心構えが重要です。他人のせいにはしないということですね。プラスですね、長期投資。長期投資っていうことを大前提として考えるのであれば、いずれですね、大暴落っていうものは必然的に起こるのが資本主義経済でもありますので、長期投資は大暴落してから始めても遅くないっていうことですね。先ほどいくつかのシミュレーション見ましたけれども、 80% っていう暴落が起こってから始めても、その後の上昇にトレンドにしっかりと乗れていくようであれば、早くから始めた方たちとあまり変わらずに利益をしっかりと得ることができるっていうことがシミュレートできますので、あまりですね焦って今からすぐに始めなきゃいけないっていうふうに思いすぎなくてもいいんじゃないかなというふうに僕自身は考えていたりしますし、僕はですね50代になりますので、僕が生きてる間にですね、もしかしたら起こらないかもしれないっていうふうに考えていたりもしますので、新ニーサで株式投資するっていうのはあまりですね、僕自身の資産運用の中では重視せずにですね、他のやり方でですね、プラスの複利を生み出して、そして雪だるま式に資産を拡大していけるような考え方でですね、新ニーサ以外のところをより重視して運用していたりします。ということで、こちらの内容がもし参考になったっていうことであれば、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると励みになります。それではここまでご清聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。失礼します。